シールの娘ブラウンウェンは中世ウェールズ語文学の中の伝説的物語の一つでマビノギ四枝の第二話である。この話はシールの子供たち、すなわちブリテンの上をベンディゲード・ブラン及びその弟マナウィガンと妹ブラウンウェンに関わっておりブラウンウェンとアイルランドの王マソルーフとの結婚を扱っている。マソルーフがブリテンの姫ブラウンウェンの待遇を誤ったことで 二つの島の間に壊滅的な戦争が起こり、主要な登場人物の大半の死を招き、またベリの息子、カスワソンがブリテンの王位に登ることとなる。他の枝と並んで、この物語もヘルゲストの赤い本を呼びレゼルフの白い本に見出される。この直後に第三の枝、シールの息子、マナウィダンが続く。一説によるとこの物語は部分的に、 紀元前3世紀のガリア人のバルカン半島侵攻に由来し、ブランはガリア人の属長ブレングスに同定されるという。ニコライ・トルストイは、現行の形の伝説は11世紀のブライアン・ボルト、モール・セックネールとの戦いによる影響を受けている、可能性があると示唆している。一方、ウィル・パーカーは、この枝は初期のアーサー王関連物語である。 アンヌーブンの略奪及び、キル夫婦と、オルウェンと共に、アイルランドの物語、マグム・クラマの戦いと、ブランの後悔とに遠く関連していると提唱している。アイルランドを、マソルーフは、強き者の島の上王である祝福されたブランと話す、ため、そして彼の妹ブランウェンとの結婚を申し込み、これによって、両党の間に同盟を締結するため、ハーレフまで船でやってきた。 ベンディゲード・ブランは、マソルーフの要請に同意したが、シールのコラのイーフ不であるエブニシェイが、この結婚に関して、自分の許可を求められなかったことに起こり、マソルーフの馬たちを残酷に傷つけたことで、祝い事は中断された。マソルーフは、深刻に機嫌を損ね、そのためブランは彼に、死者を生き返らせることのできる魔法の大釜という、形で償いを与えた。この贈り物に喜び、 マソルーフとブランウェンはアイルランドを治めるために船で戻っていった。そのうちにマソルーフの王国で、ブランウェンは息子、グーエル・ンをーむが、エブ・ニシエンド・部族は、アイルランド人たちの間で絶えず尺に触るもので、あり続けたため、とうとう、ブランウェンは虐待され、厨房に追いやられて毎日ぶたれていた。彼女はムクドリを飼いならし、2ベンディゲード・ブランへの伝言を持たせて、 アイリッシュ海を渡らせた。すると彼女を救うため、兄は弟マナウィダンと、さらに、ブリテンの154のカントレブから招集した、戦士たちの大軍勢とを連れて、ウェールズからアイルランドへ船でやってきた。アイルランド人は和平を求め、ベンディゲードブランをもてなすために、十分な大きさの家を建てることを申し出たが、その内部には100の袋が吊り下げられており、 小麦粉が入っていると偽って、実際には武装した兵士たちを中に入れていた。エブニシエンは、策略を疑って、偵察に入り、袋の中にいた兵士たちの頭を砕いて殺した。その後、縁で、エブニシエンは、再び侮辱されたと感じ、グーエルンを火に投げ入れたので乱闘が勃発した。アイルランド人が大釜を用いて、死者たちを生き返らせるのを見て、エブニシエンは、 死体の中に隠れて、大釜を破壊したが、この過程で彼は犠牲となった。この紛争で生き残ったのは、マナウィダン、タリエシン、プイスの息子でダベドの王である、プレデリを含む7人だけであり、ブランウェンは、失意から自殺してしまう。生き残った者たちは、致命傷を負っていたブランに頼まれて、彼の首を切り落とし、それをブリテンへ持ち帰った。 7年の間、7人の生き残りは、ハーレフに滞在し、まだ喋り続けていたベンディゲードブランの頭によって、もてなされた。彼らは、その後グアレスへ移り、そこで時の流れを感じることなく80年を過ごした。最終的に、グミンの息子へ、イリンがコーンウォールに面した広間の扉を開けると、かつて彼らに降りかかった出来事の悲しみが戻ってきた。 彼らは教えられた通りに、今や沈黙したブランの頭をグーインブリンすなわち、白い丘へと持っていき、フランスの方を向くようにして、そこに埋めた。侵略を防いでもらうためである。物語の終わりの前に、アイルランド人を避難するための、ちょっとした回り道がされている。アイルランドにおける戦いで、わずかに5人の妊娠した女性たちだけが生き残り、彼女らは5人の息子を産んだ。 この息子たちは島で出会えた唯一の女性たち、すなわち母たちと共に再び島の人口を増やした。これによって島の暮らしは復興され、5つの地区が近親相関によって作られた。今日のアイルランドは4つの地方に分かれているが、5人の母と5人の息子の話はこの島の成り立ちを説明すると共にアイルランド人をからかう手立てとなっている。物語は この脱線の後に、ブラウンウェンの物語の要点を語り直すことで、締めくくられている。ブラウンウェンという名前は、白い祝福された、カラスホワイト、ブレッシの例文を意味している。ありがとうございます。